召喚論は、五感末期から三国時代に、超中継が編纂した、伝統中国医学の古典。内容は伝染性の病気に対する治療法が、中心となっている。召喚論原伝の、相反召喚論は、弁脈法、閉脈法、召喚令、弁血質、脈症、弁対応病脈症並び地、弁陽明病脈症並び地、 便症用病脈症並びち、便退陰病脈症並びち、便小陰病脈症並びち、便血陰病脈症並びち、便格乱病脈症並びち、便温病液差病脈症並びち、便負荷発汗病脈症並びち、便化発汗病脈症並びち、便発汗五病脈症並びち、便負荷吐き、便下吐き、便負荷下病脈症並びち、 弁化した病脈症並び値、弁発汗吐きした5病脈症並び値の変から成り立っている。このうち一般に、弁太陽病を脈症並びを治む弁、血因病脈症並び値までは、三因三陽変と言われ、弁不可発汗病脈症並びを治む弁化した病、脈症並び値までは、過負可変と言われる。三陰三陽変では、病気を、太陽、陽明、症用、太陰。 小院、血院の6つの時期に分け、それぞれの病気にあった薬を処方することが特徴的である。検案という年号が終わって10年にもならない頃に、長中継が一族のものを召喚で多く失ったため、記したのが本書と言われる。長中継の名が長期で調査大衆だったと東大に書かれた名医録に記載され、総反召喚論の序文に、送信によって引用された説もあるが、 生死である、五漢書、三国史にはその名が見られない。次女に、召喚、増病の論とあることから、召喚増病論を現代名とする説や、召喚卒病論が現代とする説が挙げられているが、五世紀の商品型に、超中継弁召喚並び方、超中継雑法と記録されていることから、超中継法もしくはそれに類した名称で呼ばれていたのだろうと類推されている。 しかし、これらの書は、出伝した。召喚論は、数多くの治療家に編纂、肯定された。そしていつ頃か、召喚を扱った部分と雑病を扱った部分に、分かれた。前者は、召喚論と題され、当代に、医師の国家主権テキストとされた。精神の大宿話が戦した。脈行には、原伝の、相反召喚論と一致する条文が多く見られる。そう改めを経た。 脈行は、民の難体に放送本が日本に現存する。太平五蘭に引用された、洋上論に、欧宿和聖鎮静公著術公格異文祭、軍論先生脈教十巻返事長中継法、論編ため三十六巻対抗をよとあり、欧宿和が、長中継法論を編したことが記されているがこの書は、出現した。当代の孫子枠が表した、千金方、第九には、 召喚が収められている。そう改めを経た備え急戦記二王方は、乱装版が日本に減損する。当代の孫子幕が、戦金方の不備を付欲する目的で戦術したとして、固くされる。この部分は、一般に東本召喚論と呼ばれる。そう改めを経た。戦金欲方が、元大徳本として日本に減損する。北総の開け宝年間、甲継沖が。 総長に基準し、総長としての武姉節度師に任ぜられた際、召喚論を総政府に献上した。その後、総政府が初夏の違法を収集して、太平政法を編纂したとき、高継を木本が取り入れられたと考えられている。この太平政法中の召喚部分は、純化本召喚論と呼ばれ、日本に現存する召喚論として一般に知られているものが、 北宋の時代に、林奥、孫木たちが、後世遺書局において、後世復刻した、召喚論である、大技本及び、小字本が出版された。総改めでは、送信により、大規模改変、変更が行われ刊行された。それゆえ、総改めを受けた書から直接、それ、これら総改めを経た大技本及び、小字本はまとめて、 総反証観論と言われるが、出伝した。総改め本の原本、総反証観論は、現在に伝わっていないが、小字本の総、改め本系にあたるものとして、民の長海美国、中継全書の中の、本国総反証観論全10巻22編が日本、及び、中華人民共和国に現存している。この書は、超改美本唱観論と一般に言われる、近畿玉業も、 召喚論の遺本として、厚生遺書局において、厚生、復刻されている。創新羅は、召喚論に引き続き翌年にこの、近畿玉箱業を世に送り出しており、その重要性を認識していたと思われる。だが、近畿玉箱業の総会班が出た後、新朝の後期56年上海の陳余決が、近畿玉箱業を完工するまで650年以上に、渡り、この、 近畿玉箱業が出された記録は見つかっていない。日本においても1746年、清水隆市長によって近畿玉箱業が本国されただけで、ルフした本は少ないとされる。陳余欠本が日本及び中華人民共和国に現存している。また、管理学士の王主は国家の図書館で中村を受けた古書中に近畿玉箱用略法を発見した。 この書は上官に、召喚、中巻に雑病、月巻に処方と婦人病が記されたものであった。この近畿玉箱用略法を転写して数人の学識者にのみ伝え、書中に処方とその主治書が完備しているものを使用してみたところ、効果は神のごとくであった。そこで、送信羅は下巻にあった処方を、おののの総応する赤子総論文の次に配置し直し、 初夏の型初中に散在する中継の雑病に関する論説と処方の一文を採取、各編末に不型として保意し、上巻の召喚部分は節略が多いので削除し、その他の雑病より飲食禁忌までは残し、全25編として総262型、これを上中下の三巻本に再編成し、これらの部分は大技本では禁忌型論とされ、庄字本では 近畿要略型とされた。近畿要略とは、これら、近畿型論、近畿要略型の通称である。南宋の政務己の説もありによる、中海召喚論では、相反召喚論と比較すると、相反召喚論の省略改変が行われており、条文の最時中期の省略、過不可変で三因三要変で重複する条文の削除、相反召喚論第五編以降各編の一時、 定格した条文を省略し、影病の過法を陽明天族と解釈する等の点で改変を行っている。また、同一条文でも軸の相違が多い。この中海召喚論は、一般に、正中本、または、成本召喚論や単に、成本とも通称される。こういった点があるにもかかわらず、中海召喚論は、日本の漢方及び中医学に、 多大な影響を残した、現存する、中海召喚論としては、民法元漢本が最前本の一つとされる。この名法元漢本はかつて、日本にあり、交渉学派によって、政治官より和国された。現在、民法元漢本は、台湾に現存する、江戸時代の前半、最もオルフした召喚論は、中海召喚論系の召喚論であった。 日本の1660年頃に作られた、活字官員の単教本召喚論も、中海召喚論が定本であった。約半世紀後、同じ手法で、小国本召喚論を、香川治安が1715年に抜粋、刊行し、大流行した。この小国本、召喚論も、中海召喚論系の書である。江戸時代に制作されたと考えられている、公平本召喚論。 工事本召喚論も、中介召喚論の特徴を持ち、中介召喚論系の義書とされる。召喚には、抗議の意味と競議の意味の二つがある。抗議の意味では、温熱を含めた、一切の外観熱美容で、競議の意味では、風間の邪を感じて生態が傷つくことで、温熱は含まれない。召喚論におけるこの意味の扱いの違いは、林奥、孫吉らの構成、復刻による、 そう改めの結果起こったことで古典である召喚論の解釈の違いになってくる。召喚論の最も際立った功績とは薬物療法を診断学と結びつけたことと有液つまり戦時薬を主体に薬物療法を組み立てたことだった。ちなみに現代中国語ではチフスのことを召喚という。召喚とは様々な説があるが現在医学で言うチフス、インフルエンザ、 マラリアに似た疾患とも言われるが、詳細は不明である。召喚論は古典であるため様々な解釈が出てくるが、主に内容から、風邪などの外観熱病の専門書疾病一般の弁償論地としての総合書という二つの見解がある。序文には、漢王関のさざ波無傷用の爆休の緊急、古訓白最終型専用素問9巻八81難。 音明大論原路約六並び平脈弁証ため、召喚増病論号十六巻との記載があり、これらの書物が成立にあたって参考にされたのであろうと考えられている。中医学と漢方は違った発展を遂げたものではあるが、中国、日本ともに召喚論は重要な古典として扱われる。日本原尊最古の医学書、微信方を見ると、経絡の概念にとらわれず体の部位別に経血の、 記載する、脈診についての記載を避ける、等、哲学を排除し、実用化、技術化しており、新旧を独立した変として扱う、等、当初より、日本化する傾向が見られる。さらに、安土桃山から、江戸時代にかけて、区血腹見、くだり法など、独自の進化を遂げた。また、日本には、古法派といわれる学派や、医学において交渉学といわれる、 文献資料を白送、選択し、客観的事実に基づいてその真相、真理を究明するという学派が起こり、全本遺跡の探索、収集とその広告事業が行われた。おそどひろし、審判官報の歴史、中国、日本の伝統医学、アジアブックス076大衆館、書店2014年、P74、山田慶治、中国医学の思想的風土史を出版社、 1923年、P43 から44、http コロンスラッシュスラッシュ www.ocn.ne.jp スラッシュ生産、生産、長寿形、htmhathttp コロンスラッシュスラッシュ shoukanron.blog52.fc2.com スラッシュ。モードイコール m& no イコール 71http コロンスラッシュスラッシュ homepage3.nifty.com スラッシュ k-o-j-i-n-t-o スラッシュ un-i-c-h-e-c-k スラッシュ2 s z h t m ハット z a 1召喚草病論ありがとうございます